皆さんこんばんは、9月10日月曜日第98回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、やはり1日暑い日が続きまして、現在もちょっと蒸し暑いですね。今日のパーソナリティは三田が担当いたします。今日のお話はですね、松代最初山昇魂社例大祭のお話をお伺いします。まずゲストのご紹介しますとですね、松代最初山例大祭昇魂社法産会事務局でですね、松代地区遺族会会長の清水博さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、あと本当はですね、遺族会会の会員のですね、門沢忠さんが、来られる予定だったんですけど、まあ、門沢忠さんはですね、86歳でですね、最初山昇魂社にものすごく思い入れがある方なんですが、まあ、年齢がですね86歳で、今日ちょっと体調を崩してしまいましてですね、急遽清水さんに、中さんのお宅へ行っていただいて、まあ、そのいろいろお話を聞いてきて、これをもとに、またお話を伺うような形に今日はなりました。一つよろしくお願いいたします。それではですね、最初山の位置をですねちょっと確認させてもらいますけれども、この最初山というのはですね、まあ、神奈川島合戦の時にですね、上杉軍の陣地があったところなんですが、清野というところにございますね。まあ、こちらが岩野、それからこちらが松代になります。でここが千曲川、こういうふうに流れておりまして、最初山はこちらになります。まあ、この場所になるとですね、まあ、今展望台みたいなことがありまして、櫓が立ってて、ここから、神奈川島平ですとか松代ですとか清野、下野井の方ですね、そういったところが一応一望できるような場所にございます。で門沢さんのですね、工場っていうんですね、ちょうどここに今なんですかね、サービスエリアがあるんですが、その少し東側にですね、ちょっとした小屋がございまして、そこに今いろんなものを入れて飾ってあるという形でですねやっております。これでもって、今日ですね、川中島ではなくて、大祭があったということで、こういうこの最初山の言われっていうんですかね、昇魂社の言われをちょっとお願いできますですかね。はい、わかりました。はい、昇魂社の言われなんですが、はい、まず戊辰戦争についてお話をしたいと思います。はい、明治の元年が、はい、戊辰の年と言われておりまして、はい、まあ、その時に明治元年から2年に起きた戦争なんで、まあ、戊辰戦争と呼ばれております。この戦争は薩長 の連合軍が中心になった勢力と、はい、ここから幕府の勢力との戦争でございまして、はい、まあ、長野当時の信濃の国では松代藩が、この薩長側につきまして、はい、それで主に、越後の国の長岡、それから会津 の方面に兵を出したわけでございます。この戊辰戦争、結局倒幕側が勝利をしまして、うん、明治政府が誕生したという非常に重要な戦いであったわけですが、まあ、ただ松代藩では、はい、52名という多くの戦死者が出たわけでございます。それで当時の松代藩の10代の藩主である真田幸元公が、はい、その亡くなった方たちを慰霊をするために、はい、今の西条山にですね、はい、昇魂社ということで神社を作ったと、それがまず言われてございます。あ、なるほど。ただその後、はい、日本は日清戦争、日露戦争、はい、それからいくつかの戦争があって、あと中国との日中戦争、はい、から太平洋戦争と大きな戦争が続いて、松代からも多くの兵士が出征をして戦死をされたわけでございます。ここにも載っていますね。それで合わせて全部で969名の方が亡くなって、今この
昇魂社にですね、はい、全て祀られているというようなことが、はい、この昇魂社のまず成り立ちといいますか、はい、ございます。あ、なるほどね、はい。まあ、あとこれ、昨日でしたね、日曜日の日にこういう大祭があったという形で案内が出てますが、はい、実はまあ、そういうようなことで、まあ、戦後ずっと日本は平和な状態が続いているわけですが、まあ、二度と戦争を起こさないようにということと、はい、それからこれまで亡くなった方たちの霊を弔うと、はい、そういう狙いでですね、はい、毎年のように9月の第2日曜日にこの大祭を開催をしているということで、それでたまたま今年は9月の9日に、大祭を開催したということでございます。はい、なるほどですね。はい、はい。まあ、一応この昇魂社の前景っていうか、これが、それでまず昇魂社の脇に中魂碑という大きな石碑がございますが、はい、そこでまずみんなで参拝をしてから、はい、その大祭に入るということで、まあ、こちらが本殿の方ですね。ですね、はい、で、まあ、ちょっと映ってないんですが、中で宮司さんというか神主さんに祝詞をあげていただいたり、はい、それから法参会の会長さんが亡くなった方を悼んでの祭文ということで、はい、祭文奏上ということで読み上げ、まあ、その後皆さんで玉串を、ね、はい、捧げると、はい、そういうことで、まあ、最後に地元の方がお神楽で奉納すると、う、まあ、そういう流れで神事を行っております。なるほどね、はいはい。まあ、この玉串を上げているところと、これ奉納しているところという形ですね、はいはい。まあ、あとこれが、そうですね、それでこれが鳥居ですね、はいはい、これが鳥居で、これが本殿になります。はい、で、本殿の裏に戊辰、はい、戦争で亡くなった方々のですね、ですね、墓誌がずっと並んでおります。はい、お名前と裏には亡くなった場所とか年齢が刻んでございまして、はい、まあ、ただ非常に140年ばか経って、はい、石が風化をするというか、はいはい、傷んできておりまして、まあ、ここら辺りもちょっと今問題になっております。なるほどですね。まあ、結局この石に刻んで、まあ、分からなくてもそういうあれが、はい、機会があるからという形なんですね。それで亡くなった方は全て霊字簿という和紙のところに筆でですね、お名前が全て書いたのがありますので、ですね、これあれですかね、何人くらい参加されました？昨日はですね、まあ、遺族会の方をはじめ、真っ白地区の各種の団体の役員の方、はい、それから地元の清野とか岩野地区のやはり代表の方々ですね、ええ、それとあと真っ白の神社の関係の方、全部合わせて100名近くの方にご参拝いただきました。これあれですね、門澤さんがその最初さんの昇魂社に関わりを持ったっていうのですね、はい、そのいきさつみたいなのを聞いてきたっていうんで、はい、ちょっとお話しいただければ、はい。じゃあちょっと申し上げてみたいと思いますが、はい、一つは門澤さん の、 8歳年上のお兄さんがですね、はい、まあ、だから門澤さんが、まだ15歳の時、23歳で中国の山西省というところで戦死をされております。はい、なんか朝6時半に亡くなったというんですが、その時ちょうど門澤さんの夢枕にお兄さんが立ったと、まあ、そういうようなこともなんか言っておられましたし、それとあと松代地区から太平洋戦争でですね、その後多くの若い人が戦死をされたり、それからご本人も昭和20年になってから金沢の方のやはり軍隊に入隊しまして、アメリカ軍が来た場合には爆弾を抱いてなんかアメリカ軍の船を壊すというよう な、 なんか特攻的 な、 なんか訓練も受けてきたと、はい、だからもう少し戦争が長引いたら、はい、私の身もどっかへ飛んでやってたんだと、はい、まあ、そういういろんなことからですね、はい、若い人が本当に戦死をしたのは痛ましいことだと、はい、なんとか慰霊をしなければと、はい、いうことで自分 の、 お兄さんの分も含めて、うん、なんか戦後ですね、はい、一生懸命この慰霊に取り組まれるようになったという話でございます。はい、あ、なるほどね。はい、まあ、あと鳥居もなんか奉納されたとかとおっしゃってて、はい、それでこれですね、はいはい、これ鉄の、そうですね、これですね、
あのご本人があの鉄工所をですね、はい、やっておられましたんで、これもあの自分 の, あの工場で作られたものなんですが、なんか木の鳥居があったんですが、はい、もう古くなって、はい、もう腐り始めてると、まあ、そういうことで昭和48年ですか、はい、あの奉納をされたということでございます。これがあれですね、はいはい、48年のあれという形で奉納ということですね。で、まあ、こちらの表彰は終戦50周年記念という形で、まあ、あのあれですね、頂戴したという、ね、50周年ということで、まあ、これも鳥居も奉納と両方兼ねてあれですね、非常に熱心な、いう形ですね、参拝者であるということと奉納もいただいたと、はいはい、まあ、欠かさずいつも例大祭には、出ていただいております。あ、そうですか、はい、なるほどね、分かりました。これで門澤さんのお仕事っていうのは何だっておっしゃってますかね。門澤さんはね、はい、あのお伺いすると、まあ、あの昔はあの農機具作りっていうのは非常に重要な仕事で、はい、まあ、そのさっきの明治10年ですか、はい、なんか その時からですね、はい、なんか始まったということで、もう5代も、はい、門澤さんで5代目だそうでございます。そうですか。で最初はまあもちろん桑とか鎌とかですね、はいはい、隙とかそんなものを手作りで作っておられたんですが、はい、なんかあの戦後昭和23年頃からですね、なんかいろんな設備を入れてさっきの鳥居も作るようなあの鉄工所に変わられて、まあ それから30年ほど鉄工所をやっておられたんですが、まあその後でまあちょっとはね、あの年齢的な問題もあってなんかあのまた転換をされて昔に戻られたということ で今はもう鉄の部分はやっておられないで、あの桑とかそれから草かきとかそういうのは、あの絵の 木の部分ですね、なんかブナの木を使ってね、あの削るんでかなりの技術を要するんで、こういう仕事やってるのは長野市で門澤さんだけだと、今そういうようなことのようです。あ、ね、はい、まあ、まあ畑の中、まあ、これあの、こちらが最初さんですね、でその中からのぞ、まあ、毎日見ているって、思いをふけているっていうような話を聞いてますし、はい、いや私も伺った時はね、はい、ちょうどあの西条さんの方を見ながら、あの仕事をあのカンナでですね、はい、あの絵のところを削ってお仕事をやっておられまして、はいはい、まあ、この気持ちをですね、はい、あの慰霊の気持ちというものをいつも持ちながら仕事をするのが、うん、もう私のなんか務めというか、そんなあの向きのことを言っておられました。あ、なるほどね、はい、まあ、あとこういうこの先ほども言ってましたけど、うんうん、まあ、これだけここが、ね、960柱ですかね、あまりあって、はいはい、名前が書いてあってっていう形で、はい、そうですね、毎日なんかお仕事を始められる前に、うん、壁に969名の方のお名前とかですね、うんうん、戦没者も書いたものが貼ってあるんですが、はい、その前にまずお水をあげて、それであの慰霊をしてから仕事を始められると。あ、そうですか。するとあの当時あ亡くなった方がですね、はい、あの真っ白に戻ってきた時魂が迷わないようにということで、うん、あの真っ白の古い昭和初めの、うん、あの町並みの模型を作られたり、古い写真をいっぱい飾ったりですね、はい、そういうようなことでもう、作業場全体がなんかもう慰霊の場と、それ、まあ、仕事ももちろんなんですが慰霊の場と、私そんな感じを受けてまいりました。まあ、こちらにあるのが写真ですね。そうですね、まあ、写真も好きだっていう方もあるでしょうけどね、まあ、これで創業が明治10年8月8日っていうことを書いてありますけどね、これでもって計算すると135年になるっていう形ですね。これ何代目の、5代目でね、で門澤さん自体も86歳ですから、だから本当はね、後継者がいれば望ましいんですが、はい、まあ、今ちょっとそういう状態じゃないんですが、なるほどなるほど、でも生涯現役で頑張るとやるって、そういうことでございますので、ね、まあ、これ今先ほどもあれですけども、いろんな写真があって、やっぱり異例のことっていうことを考えながらやってるってことなんですね。そうですね、まあ、一種の異例の館みたいなね、そんな感じ受けますですね。なるほどね、まあ、これ現在のあれですと、まあ、これ農具、民具、共同、館っていう形ではなってはいますけども、はいはい、やっぱり全体的には家の館みたいな形なんですね。そうですね、そういうことなんですね、はい、
まあ、いずれにしてもあの、まあ、現在これからもまあこういう形でまあやっていきたいなっていうことなんで、ええ、まあ、仕事はですね、まあ、真っ白徳さんの長芋畑の真ん中にあるような形で、ええ、あの本当見晴らしって言えばね、ええ、空気もいいだろうし、えええー、これからもだけどですね、ええ、その、仕事場でいながら、ええ、まあ、入れをしながら、ええ、まあ、お仕事やっていければなというふうに思いますけども、そうですね、はい、まあ、まあ、元気でね、そうですね、続けていただきたいと思います。まあ、ちょっと今日はちょっと体調を崩してここには出てこれなかったんですけども、ええ、まあ、なんですかね、今までのこの思いっていうのを続けていただいてですね、まあ、やっていただければなと思うんですけども、まあ、今日はあの清水会長さんにですね、いろんな、まあ、あの加藤沢さんのお話を一応お聞きしていただいて、まあ、ここでもって、話をしていただきました。本当にありがとうございました。まあ、あの加藤沢さんには、まあ、無理を しないでですね、お体をいたわりながら、まあ、これ引き続いてまた、頑張ってやっていただきたいなというふうに思いますね。そうですね、私もやっていただきたいと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。どうも。はい、さて来週のしゃべくりますの、はい、三田さん、はい、パーソナリティまた、はい、やらさせていただきます。3週続けて、はいはい、ご苦労さんでございます、はい、パーソナリティ三田さんだけども、はい、ゲストはちょっと違う、違うんでしょ。あ、よかった。来週また清水さんだもった。これびっくりしちゃうよね、うん、はい、ゲストはね、ここに書いてありますけども、うん、はい、はい、庭園都市松代の水路元のこの調査についてね、うんうん、信州大学農学部教授でございますね、うん、佐々木先生に来ていただいて、うん、まあ、とこれに携わった学生さんも来ていただければいいかなと思ってはいるんですけど、はい、潜水路のことじゃなくて、うん、そう、潜水路のこと、潜水、はい、潜水路ね、有名だもんね、うん、有名ですよ、はい、松代市しかちょっとない。そうですよね、わかりました。まあ、これも調査していますので、うん、その調査どういう形になってるかなって楽しみですね。楽しみだと思いますけど、ね、はい、潜水路なんかね、もう、ね、うん、日本、世界的に有名、あ、世界的にはあるないじゃないですか ね、 ああね、日本だけしかない、ね、これ有名ですよね。いや、樋口もありますしね。ああ、そうですね、わかりました。そんなことで、はい、来週は潜水路についてということ で、はい、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。松代はあなたの街。それそれそれくり松代、また見てね。